はい、皆さんこんにちは。今日も妖怪ウォッチの実況をやっていきたいと思います。はい、前回の動画に続いてこの月影入道と戦っていきたいと思います。まあこのボスと戦うのはいいんだけど、前回の動画から全然レベル上げしてないんで勝てる自信はないんですよね。正直勝てる自信はないけど、ちょっと試しに戦ってみます。負けたら負けたでいいや。よし、じゃあ早速戦っていこう。最初はこのメンバーで戦って、うおー、相変わらず攻撃力高えな。いきなり HP 半分も削るのか。ハンバーガー、ハンバーガー。おお、自分で攻撃した。よし、チクチク肉球。いけ、目つぶせ。うん、ダメか。ちょっと早く目つぶさないと。やーい、ぐわー、これ厳しいな。いけ、竜神ロック。目つぶせ。あー、これでもつぶせないのか。しぶといな、こいつ。トゲニャンを回復させて、ちょっとメンバー変えよっか。待て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 、あぶねえ、取り付きか。攻撃してくるかと思った。くらえ、氷結力。潰せ潰せ。あ、まだ潰せねえのか。しぶといな。ちょっとオロチにかけるしかない。頼む、オロチ。あ、ちょっとさすらい玉来てる。さすらい玉。あー、よし、よし、オロチ行け。あー、また地震。うわー、やっぱ強いな、ヤマタのオロチ。潰せ。うわ、まだダメなのか。ちょっと誰を回復させようか迷うな。やっぱ犬神か。俺メンバーこう、ちょっとドケチングやばいかもしんないけど、ドケチングは攻撃するなー。攻撃された、やられた、ドケチング。意味ねえ、一択プレゼント。漢方、漢方、漢方あった。犬神やってくれ、頼む。よし、来た。片目潰した。あとは左目を潰すだけなんだけど、ちょっとみんな技を出し切っちゃった感がある。技を出せるのがこの竜神か。ちょっとトゲニャンやばかったかな。下げた方がよかったな。がー、言わんこっちゃない。これあれだな、なんか勝てないかもしれないな。なんか、まあ、とりあえず漢方でトゲニャン復活させないと。本当は今いるメンバーをランクの高い妖怪で固めたいんだけど、未だにランク B のトギニャンと袋ジジイがいるんですよね。よし、来たー、やっとだー、やっと来た。ちょっとドケチングの技、これ意味ないかもしれないけど出してみちゃった。うわ、意味ねえ、意味ねえ。やっと弱点狙えるようになったんだけど、ちょっと肝心の技が出せない。あー、自信。ちょっとメンバー変えてオロチを回復させよう。よし、とりあえずこのメンバーで耐えるしかない。
ちょっと歯がゆいな、全然ダメージ与えられない。うわー、目開けた。早いな早いな、まだ回復もできてないのに。これはちょっともう技も出せないし、目も潰せそうにないな、もう。いやー、ちょっと早すぎたのか、こいつと戦うには。いやー、ちょっと待ってくれ、待ってくれ。無理無理無理、受けられない、そんなの。ちょっとー。うわー、ひ、うわー、ちょっとお前も後ろもみんなやばいんだけど、どうすんだよこれ。ちょっともうこれ耐えるしかないな、時間稼ぐしかない。ひー、袋じじい、これもう目は潰せないかもしれないな。さっき目潰したのだって技をもう7発か8発ぐらいぶち込んで、それでやっと目を潰せたぐらいだから、ちょっとね、妖力使い切っちゃったんで難しいかな、目潰すのは。まあ救いなのは目を攻撃してもダメージは入るっていうのは、まあ救いと言っちゃ救いなんだけど、この地震はちょっと厳しいな。ちょっと袋じじいを後ろに下げたいんだけど下げられないんだよな。あ、袋じじい、あぶねー、取り付きでよかった。これでどうだ、目つぶれろ。あ、やっぱダメだよな、そりゃそうだよ。ちょっととりあえずそろそろ片目だけでも潰せないとボスの技が来るんじゃないか。いやー、どうすれも、潰せ潰せ、ダメか。ほら、言わんこっちゃない、もう2発目だよ。あー、耐えろ耐えろ。うわー、どうしよう。あー、来たー、3発目だ。ちょっと大丈夫か、耐えられるか。よし、このメンバーで耐えてくれ。うー、三日月の爪痕。うわー、食らうなー。いやー、でもボスの HP も半分切ってる。もうここまで来たら勝つしかない。いけー、トゲニャン、いけ、チクチク肉球。ドケチングは技を出しても意味はないかなと思われるんですけど、とりあえずドケチの呪い、いやー、効かないか。お、効いた効いた、まさかの効いた。ちょっと効いたのはいいけど、みんな HP やばいな。あー、ちょっとうまくなぞれない。あー、なんて下手なんだ俺は。
よーや早く早く早く技出せ。あ、結構ドケチングの呪い結構すごい。一度に700とかボスの HP 奪ってる。あー、オロチやられたか。あともうちょいなんだけど、いける、これは倒せる。あともうちょい、本当にあともうちょい。うおー、あともうちょいなんだけど、頼む攻撃をしてくれ。取り付かなくていいから攻撃してくれ。よーし、やっと倒した。長かった。このボスを倒すのに25分かかってるんですけど、 YouTube に動画を上げるにはちょっと長すぎるな。かといってね、あまりにもレベルが高すぎると楽々ボスに勝ててしまうので、それもちょっとどうかなと思うんですよね。経験値7546か。まあまあかな。お金3万5000。